それでは先生のご紹介をさせていただきます。いつも優しくて明るくてもう本当に生き生きとしてる素敵な女性、佐藤彩さんです。彩さんは褒め活ラボで活動してらっしゃるっていうことで、今日はコロナ離婚をしないようなっていうことで話していただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、ところで、私今日初めてマイクっていうのを使ってみてるんですけど、聞こえてます？大丈夫ですか？あ、よかった、ありがとうございます。はい、改めまして、彩りサロンの佐藤彩です。どうぞよろしくお願いいたします。で、ですね、今いくつかお話ししていただきましたが、私の方からも皆さんにお願いがあります。それは、YouTube にね、アップしてもらうので、お顔出し NG の方はもちろんそのままで大丈夫なんですけど、お顔出しても大丈夫な方は、ぜひお顔をね、出していただいて、で、ですね、ちょっと大げさなぐらい話に反応していただけると、すごく私が話がしづらい。あ、すごい、そう、いいです、いいです。皆さんのその、うなずきとかね、あとこの笑顔をしてくれると、すっごい私も話しやすくなるのと、あとはやっぱりね、オンラインなんだけど、リアルな感じを楽しみたいので、話をして、あ、そこだよね、わかるわかるとかね、笑顔とか、うなずきがあると、あ、じゃあ私もここをちょっと多めに話していこうとか、あ、顔嬉しいです、出してくださった方が一人また増えて、はい、しやすくなりますので、ぜひいつもよりちょっと多めに笑顔とうなずきをちょっとね意識していただけると大変助かります。よろしくお願いします。でですね、はい、今日は、自己紹介と、褒め活ラボについての紹介、あとは褒め活ラボに、褒め活ラボで使う褒め言葉について、最高の褒め言葉と、褒め活マインドの効果、相手と私、最後に質疑応答っていう流れになっています。で、まず自己紹介なんですけど、まあ、すでにご存知の方もいらっしゃるので、いらっしゃるんですけど、はじめましての方もいらっしゃるのでお話しさせていただきます。私は普段彩りサロンという女性たちが集まって気持ちを話して分かち合う場作りをしています。で、もともとは私博物館で働いていて、その時は企画展を企画運営してたんですが、たくさんの方とイベントを作ってやっていたんですね。で、その時に 1+1 って普通2なんだけど、 1+1 が3にも5にも、場合によっては10とかね、20とかにも人数によってはなっていくっていう、それがすごく面白くて、で、人との化学変化が起きるような場作りっていうのを、やっていきたいなと思って、奥さん、主婦になってもですね、その場でやっていきたいなと思ってやっています。で、私自身は何か特別な資格、例えばなんかこうセラピストであるとか、なんかこう心理カウンセラーであるとかでは全くないんですけれども、言ってしまえば隣の奥さんと一緒、ママ友と一緒です。で、それはあえてこだわりを持ってやっていて、なんかね、こう偉い人とか特別な人から話を聞いて、でそれで変わるってことはよくあるし、それ私も大好きなんだけど、何でもない人同士で話をして、そこでね、本音で話をすることでお互いに変化し合っていくっていうのがすごく面白いなと思っていて、でそういうのを大事にしていきたいなって思っています。なので、普通の人なんだけど、普通の人以上にこだわってるのがこちら、場の力ってやつですね。なので今日も皆さんとね、なんかこう話聞きたいなってなった時、うなずいてもらったりとか、なんかそういうのを使ってもらいながら盛り上げていけたらいいな、なんていうふうに思っています。で、ですね、で、そうですね、で、特にその女性に注目してる理由なんですけど、やっぱり女性が緩んで幸せになると、お家に帰って子供にも優しくできたり、パートナーにも優しくできたりして、で家庭が幸せになりますよね。で、家庭が幸せになったら、外に出た社会でも幸せになりますよね。で、社会が幸せになるっていうことは、平和につながっていくじゃないかと思っていて、私そのやってることはすごい地味なんだけど、目指してることはすごい壮大で、世界平和目指してます、ね、地味なんだけど、そこからしか始まらないと思っていて、そういう風な活動です。で、実はこちら、ちなみになんですけど、今のちょっとこう
小ネタを優しく挟ませてもらうと、アメリカのハーバード大学の社会的実験によると、日々接している家族や友人が幸せを感じていると周りが幸せを感じる可能性が 15% 高まるそうなんですね。だから、これを私たちに置き換えて言うと、皆さんが幸せを感じているとあなたのパートナーが 15% 幸せがアップするってことなんです。で、今ねリモートワークなんていうのもあって、普段お家にいらっしゃる方もね、パートナーさんいらっしゃるかもしれないんだけど、お外に出ている場合は部下の方がなんとそこで 10% 幸せをアップして感じられるんです。で、その部下の方が家に帰ったら、今度は家に帰った先のご家庭の家族の人たちが 6% 幸せがアップするそうなんですよ。だから、自分がね幸せなだけで、少なくとも3人先の人にまでいい影響を与えることができるそうなんですね。で、まあ、やっぱねこういう時期なので、皆さんね誰かのために何かしたいとか、何か自分にできることはないかって一生懸命になっている方多いと思うんですけど、実は自分が機嫌よく過ごすだけでもうすでに周りを幸せにしているんですっていうことなんですね。で、今日はそのじゃあ自分が幸せになるためにはどうしていったらいいのかなっていうことをお話ししていきたいと思います。普段は、褒め活ラボっていう Facebook 上で秘密のグループを作って、その中でパートナーのことを褒め合ったり、自分の気持ちをシェアし合ったりする活動っていうのをやっています。で、これ実験っていう褒め活ラボ、ラボなんで実験なんですね。で、どんどんこう、なんて言うんだろう。まあ、やってみることでどんな変化が起きるのかなっていうのを楽しんでいます。で、超実践型、とにかくやってみるっていうのがね、一つポイントだと思ってます。で、その活動の中で褒めるについていろいろと考えたり気づいたりしていったので、まあ、そのことをですね、今コロナ離婚なんていう言葉も聞こえてきてます。で、今回タイトルね、コロナ離婚なのかコロナリセットなのかあなたが選べますよみたいな風にさせていただいたんだけど、まあ、当然こういう状況なのでいろんなね、こうパートナーとぶつかるってこともあるでしょうし、私自身パートナーと価値観の違いでねぶつかったりとかもあったんですけど、それはそこからさらにですね、いいものにしていい関係を築いていくことのきっかけにできるんじゃないかと思っていて、この状況を使ってよりいい関係を築いていく、そんな風なねことを今日みんなで考えることができたらいいなって思います。さて、褒め活ラボでですね活動していくと、実際にこんな話が出てきます。会話がなかったのに会話が増えてきたとか、普段だったら長いお休みの間は喧嘩しているんだけども、今回は喧嘩がなかったよとか、あとはねご主人のことを褒めたら調子に乗るんじゃないかって思ってたと、なので私は褒めたりとかしないんだって言ってた方が、まあまあ褒め活ラボに来たんだからって言って、まあ、実際こう感謝の言葉とかね口にしていくことで、あれ全然調子に乗らないどころかすごいいろいろやってくれるようになったなんていう話も聞いています。で、あとはもともと仲いい夫婦はもうさらにもっと良くなったりとか、私で言うと、なんかこうまあやっぱりね連れ添って13年目とかなんですけど、そうするとこうどうしてもね自然空気みたいなもん感じちゃってたりとかしてた部分が、あ、私こんな愛されてたんだみたいなのが入ってきて、あ、このパートナーと私は本当にいい関係なんだなと、これなるべくしてなってる夫婦なんだなっていうことが入ってきたりとかってことがあります。で、ですね、この褒めるっていうことの肝として観察することが一つ肝に入ってきます。どうしてもね褒めるってやっぱ相手のことをよく見ないとできないことなんですよ。でね、相手のことをよく見ることで目が合うことが増えたとかね、そこから会話が増えたっていう話も聞いています。では、この褒め活のよいしょ、褒め活ラボの褒め言葉についてお話ししていきたいと思います。褒め活ラボの褒め言葉はこんな風にしています。これも結構褒め活ラボの肝みたいなとこなんですけど、もう今回こういう状況なんで、もうぜひねこれ活用してみんなが幸せになればいいなと思ってるんで、もうガーッと出しちゃいますね。これ標語です。褒めて認めて褒め活よねなんですけど、褒めての中身はもうね褒め言葉リストなんてのもあるんだけど、まあ、単純にさすがだねとかね、すごいとか、そうだねとかね、あ、そうなんだですね、うん、そうなんだ
で、このそうなんだっていうのは認めてっていう部分になるんですけど、なんかね、やっぱりその自分の意見と違う時ってぶつかったりしがちなんだけど、そうなんだっていうと自分は違うんだけども相手のことを認めてるよっていうスタンスになるので、すごいこれね使いやすい言葉です。あとは褒めか感謝の気持ちですね。感謝して伝えて、これはもう言わないとわからないのでどんどん口に出します。喜んで、これもすっごい大事です。男性には特にこの喜んでっていうのもね、見せることがすごい大事なんです。あと、ねぎらってですね。で、なんでその男性に感謝の気持ちを見せるとか、喜んでる姿を見せるのが大事かっていうと、男性の脳みそって女性と違って、なんかこう、タスクを与えられて、それを達成すると、で、さらにした相手が喜んでたりすると、すごいドーパミンが出るようにできてるそうなんです。達成感を得られる。だからそれを何かこうね、女性の方からお願いしちゃうんですよ。お願いして、でそれをやってくれたことに対してもうね、もうこうちょっとこう持ってるぐらいでいいんです。もう本当にありがとうとかすごいとか天才とかね言うと、もうすごいいい気分になってどんどんやってくれるようになってくれるんですね。でそういう風にできているので、あのね、どん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 お願いしてやってもらって喜んでっていうと、いい循環生まれていくんじゃないかなって思います。で、どうしても日本の女性って頼ってはいけないとかね、甘えてはいけないとか甘えべたな方多いと思うんですけど、で私自身もそうだったんですけど、あ、なんだそうなんだと思ってどん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 お願いするようになったらやってくれるんですよね。で喜ぶとなんかもうそれ以上のこともやってくれたりとかするので、これはすごい大事じゃないかなって思ってます。とあとは、あ、そう、これもすごい大事で、実際に褒め活ラボ実践している方が、あのね、してもらったことに対して、あの、例えばお茶碗を洗ってくれたっていう行為に対して、あ、洗ってくれてるんだけどこの置き方私のルールと違うとかね、あるじゃないですか。どうしても主婦ってやってたら、この洗濯物取り込んでくれたけど畳み方が嫌とかね、それ言っちゃうと男性はもう完全にうわーってこうやる気なくすんですよ、やっぱり。だからもうね、どんなにこうあーって思ってもありがとうってまず言っちゃう。でそうするとその言ったやってくれたことへの行為に対して気持ちがいくので、うん、あのね、細かいことあんま気にならなくなってくるんじゃないかなっていうのがあります。ともう一つ、男性は皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど、あのね、新人コンビニの新人店員さんと思えということですね。で家に行ってね、なんかこう、あれどこにあるのとか、これどうしたらいいのとかね、もうそんなこともわかんないのかいとか思うかもしれないんだけど、コンビニの新人店員だったらしょうがないじゃないですか。新人なんだからね、そうそうっていう、そういう気持ちで、あの、やっていくと、うまく回っていくんじゃないかなと思います。で、次、さて、そんな褒め活ラボでおすすめしている最高の褒め言葉がこちらです。ありがとう。これ感謝っていうところなんですけど、これ何がいいかっていうと、まず圧倒的に言いやすいですよね。してくれたことに対して何でも、もうどんなちっちゃいことでもいいんですよ。っていうか、むしろちっちゃいことの方がいいんですよ。さっきのお茶碗洗ってくれてありがとうとか、あの、何度言っても洗濯機に入れなかった靴下を洗濯機に入れたら、もうそれだけでありがとうでいいんです。で、そのありがとうっていうね、ことを言ってるうちに、本当不思議なんですけど、なんかね、こう、うん、細かいことも気にならなくなってくるし、これ本当究極なんですけど、私褒め活ラボっていうのを活動を始めてもうちょっとで1年ぐらいになるんですけど、なんかもうね、だんだんこう、細かいことはどうでもよくって、もう存在してくれてることへの感謝みたいな気持ちにだんだんなっていくんですよね。で、これ、あの、始まったばっかの人とか言ったら、もうついてきませんとかって言われちゃったこともあるんですけど、もうとりあえずこれはね、やってみてっていうしかないです。やってみて、やっていく中で、なんかね、そういう気持ちに自然となってきます。なので、これはすごいおすすめの言葉です。で、あとは、あの、人間の脳みそって、いいことを見るか、悪いことを見るか、で、やっぱり見る世界変わってきますよね。で、あの、いいことを見てると、そのいいことがどんどん膨らむんだけど、悪いことを見てるとどんどん悪いことの方が目についてくる。だったらいいことを見てる方が得じゃないのっていう感じで活動するといいかなって思います。次に、褒め活マインドの効果に
についてお話ししたいと思います。褒め活マインド、この褒め褒めしていくことでお互いどういう風になっていくかというと、もう単純に気持ちいいですよね。文句言い合ってるより断然気持ちいいです。で、こっちがありがとうっていうと相手もやっぱりありがとうが返ってきますし、そういう気持ちの交流がまず生まれますと、私自身が気持ちいいのは当然なんですけど、そのね、人間の脳みそって面白くって、潜在意識もそうなんですけど、主語を理解しないんだそうです。だから例えばパートナーに向かって、あなたのそういうところがダメだと思うのとか、そういうところがなんか直してほしいのとかって言ってると、それ全部自分のこととして脳みそに入っていくそうなんですよ。じゃなくって、あなたって本当素敵だよねとか、そういうとこさすがだよねって言ってると、その言葉が自分に入るんです。だったらいい言葉いっぱい使ってる方が自分にとってもいいんじゃないのっていうところもあっておすすめなんですね。で、これは褒め言葉おすすめる本とかも結構あるんですけども、これみんな同じこと言ってます。もうね、その褒めは人のためならずなんですよね。自分のためにじゃんじゃん使ってくださいって思います。とあとね、そうそう、これ、相手はじゃあ褒め褒めすることでどう変わっていくかっていうと、褒め活ラボではもうね、家事育児にすごい協力的になったんですとか、最高のパートナーと思えるようになったんですとか、あとかっこよくなったなんて話も聞いたことあります。あとね、これいいなと思ったんですけど、毎日おやつを買ってきてくれるようになったとかね、これ何気にちょっと嬉しいですよね、こういうのっていう変化があるんですが、まあ、あえてそれを狙わないっていうのもポイントで、というのもね、よし、これを言えばもっと協力的になってくれるだろうって思ってならなかったら腹立つじゃないですか。だからそこはもうね、相手をコントロールしようって思って褒めちゃうと、それは自分が苦しくなるので、そこは手放します。もう言いっぱなし、自分が気持ちよくなるために言う。で、それで相手が変わってくれたらラッキー、よかったねっていうことなんですね。なので、そこを大事にした方がいいかなっていうのと、あとは注目するのは自分の心の変化。それ言ってるうちに自分自身の気持ちがどんどん変化していって、なんかね、大きな変化があったわけじゃないんだけど、なんかこう幸せに勝手になっちゃうんですよ。今まで見てなかったことに気がついて、あ、私こんなに幸せなんだっていうふうに気がつけるんです。これって結構ね、すごいことだと思うんですよ。なかなかやっぱ今ある幸せって当たり前すぎて気がつけないんですけど、普段見ている、世界をちょっと褒めをプラスしてみようっていう行為を、いつもと違う行為をプラスすることでちょっと違ったように見ることができる。そうするとね、多分幸せに気づくことができるんじゃないかなって思います。で、あとそう、これもすごく大事で、これをね、じゃあどんどんやっていこうっていう時に、これもすごく大事なんだけど、自分がまず満たされているかってこともすごい大事なんですね。まず自分が自分のことをすごく大事に思っていて、自分をまず満たしてやることじゃないと、その次、シャンパンタワーの法則ってよく聞いたことあるかな、皆さん、ね、あのシャンパンタワーってこう上からこうシャンパン流してこうどんどん順繰りに行くんだけど、あの一番上にあるのは自分なんですね。自分が満たされないと、その下の家族とか、社会、会社の人とかね、近所の人とかね、まあ、いろんなあると思うんだけど、いかないんですよ。なので、そこはすごく大事にしてほしいところです。で、実際に今、コロナ離婚、ちょっと私もネットでいろいろ調べてみたら、モラハラが出てきたとか、DV になってきたとかっていう事態も出てきてますよね。で、そしたらそれはもうのんびり褒めてる場合じゃないなと思っていて、ちょっとでも怪しいなと思ったら、もうそれはすぐさまそういう機関がちゃんとあるので、そういうところに連絡して相談するのも手じゃないかなと思います。で、まあ、その最中にいるとなかなかね、その気がつけないというか、実際褒め活ラボに参加してた方で、モラハラだったって気がつけたって方もいらっしゃったんですよね。他の方、パートナーの接し方を見てたら、ちょっとうちおかしいんじゃないかと、それまでは自分が悪いって思っちゃってたと言っていう方もいらっしゃいました。で、その方とかはね、特にやっぱ自分の気持ちをすごくよく見てくれて、その時、で、それで、あ、これはおかしいんじゃないかって気がつけたって言ってたので、まずは自分を大事にしてくださいってことも一つ大きなポイントだと思っています。で、今日どうかな、なんか皆さんすごい
うなずいてくださったりね、笑顔も多く見せてくださってるんですが、私話しやすいんですけど、そんな皆さんなんて褒められなくて困ってるとかあんまりなさそうなような気がするんですが、まあ、一応あの褒め活ラブやってるとよく言われる言葉が、でも褒められないよっていうことなんですね。じゃあそのなんで褒められないのっていうと、まあ、負けたくないとかね、なんかこう意地を張ってるとか、昔こんな嫌なことがあってだからそんなこと言いたくないとかっていろいろあったりすると思うんだけど、まあ、皆さんも聞いたことある通り、鏡は先には笑わないんですよね。でパートナーって鏡なので、パートナーの、まあ、ありようを見て自分のありを振り返るっていうかね、っていうことをやっていくといいんじゃないかなと。プラス死の後の言わず、まずは実践してくださいってことですよね。まずは褒めてみる。で褒めてみたところで、まあ、大事なのは心にもないことは絶対言っちゃいけないです。それ言うともうただモヤモヤするだけなんで、まあ、事実と、まあね、ありがとうだったらまずやりやすいじゃないですか。でそういうところからまずはやってみてください。でその上でそれでもやっぱり気持ち悪いとかね、まあ、あるかもしれない、あるんですよ。それ普段やってなかったら、普段やってないことやったらそりゃ負荷がかかりますよね、自分にね。筋肉、筋トレしたら筋肉痛が出るのと一緒だから、そういうもんだと思って、まずはともかく実践してトライしていってみるっていうのが大事じゃないかなと思っています。さて、そう、あとね、お子さんがいる家庭だったら間接褒めっていうのもすごく効果的で、どうしてもパートナーに言えない場合はお子さんに、まあ、パートナーがいる時でもね、いない時でも、うちはお父さんがいるおかげでこんなに美味しいご飯食べれるんだよねとか、お父さんがいつも働いてくれてて感謝だよねとかって言うと、なんかねめちゃくちゃ嬉しいらしいですよ。これなんか実際にもうそれを見てね、男泣きしたっていう文章を見たこともあるんですけど、すごい嬉しいみたいです。で影褒めっていうらしいんですけど、これね影褒めもすごい効果的だと思います。さて、はい。で、ごめんなさいね。今日ここまでで今だいたい20分ぐらいかなって思うんですけど、ですね、あんまりとこう、わーっと喋るよりも、できたら皆さんの方から何か質問があったら聞いて、で、それに答えていくっていうような風にしていきたいなって思うんですけど、何か質問等ある方いらっしゃいますか？どうかな？どうかな？どうかな？特になければ、そしたら、そうだな。あ、はい、いいですか。じゃあ、篠原明子さん、私で変えられるかな。あ、文香さんかな。私でいいのかな。あ、できた。はい、はい、明子さん。はい。旦那が全く興味がない、自分の趣味の話とか、うんうん、仕事の話をしてきたときに、うんうん、やっぱ興味がないからついねスマホいじったりとかしちゃうんですけど、あ、私もしちゃう。さあ、どうしてますか。ああ、私も知ってる。そうですよね、それね。ねえ、なんかこう、なんか上手い方いらっしゃるかな。でも一応ね、なんか、ああ、そうなんだとか、すごいねとか言うと、やっぱまあ、喜びますよね。ね、私も修行中です、それ。ありがとうございます。すいません、こんな質問で。いえいえいえ、それはあきこさんの場合はちなみにどんな風にしてるんですか、普段してきた時に。だからスマホ見ちゃったり、スマホ見てたりちょっと寂しそう、それと幸せとか言いながら聞いたり、興味あるふりをしたり。興味あるふりもいいですよね、ふりでね、うんうん、そういう時こそ、あ、でもどうなん、適当だとあれだけど、さすがすごいねとかね、そうなんだとかね、活用していってもらえればいいのかななんて、はい、はい、私も頑張ります。そこは頑張ります。はい、ですね。で、ちょっとじゃあ私の方から質問とかしてみてもいいですかね。いいですかね。で、しかも、そうだな、なんかこうパートナーに言われて嬉しかった言葉って、なんか皆さん思いつくことあります？それで喋ってもいいっていう方いたら手を挙げてもらえたら嬉しいんですけど、どうだろう、急に言われても思いつかないかな。あ、あきこさん、みかさん、あきこさん、音を出してるようにしてもらっていいですか。ありがとうございます。普通にありがとうっていつも言ってくれるので、ご飯作るとご飯作ってくれてありがとうって
言ってくれたりするんですよね。そうそう、ね、嬉しいですよね。ただ美味しいとかまずいとか、美味しいもの美味しいって言われたこともない。ご飯に対して味わうのは一度もやれたことないけど、うん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 、ありがとうだけは言ってくれるから嬉しいなって、うん、嬉しいですね、嬉しいですね。そうそう、なんかね、私がこう言いたかったことって、皆さんなんかその褒められて嬉しかった言葉って、まあ、今ちょっと言い出せないかったりとか、パッと思い出せなかっただけ で、あると絶対あると思うんですよね。でそのある言葉って実は当たり前のことだったり、そんな大きなことじゃなかったりするんじゃないかなと思っていて、あるいはパートさんにとっては当たり前の一言だったんだけど、自分にはすごい響いたとか。だからね、なんかこう褒めようって思うと、どうしてもこう気負ってなんか探そうってしちゃうんだけど、それこそあきこさん今言ってくれたみたいに、日常の何気ないことで十分なんじゃないかなと思っていて、ね、それでたくさんのありがとうとかね、そういう言葉が増えていったらお互い幸せになるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。はい、そしたらそろそろお時間近づいてきてますので。あ、大丈夫、わかりました。はい、じゃあごめんなさい、最後に締めちゃってもいいですか。はい、お願いします。はい、ですね、まずね、この状況下でこういった会に参加してくださってるということで、まずはもう皆さんありがとうございますということなんですね。きっとパートナーとすごくこういい関係になりたいっていう気持ちがあって今日参加されてると思うんですね。なのでまずそれだけでもう素晴らしいですよねっていうことで、最後に自分自身と皆さんへおめでとう、ありがとうっていう素晴らしいっていう拍手を送りたいと思います。はい、ありがとうございます。で、最初に笑顔で聞いてくださいって言いました。うなずきも多くしてくださいって言いました。そしたら本当皆さんね、笑顔をたくさん見せてくださったり、うなずきも多くしてくださったんですけど、実はこれって身体的褒めって言われることなんですね。それが笑顔を見せるでうなずくっていうのは、あなたのことを認めてますよってことになるんです。それをやられた相手はすごく嬉しいんですね。なのでこれはぜひ明日から今からでもパートナーの方に向けて、やっていっていただきたいと思います。今日すごく皆さん素敵だったので、それやられたらパートナーも嬉しいんじゃないかなって思います。で、そうそう、究極褒めって相手と私が心地いい関係でいるためのツールだと思ってるんですね。なので、難しいこと考えずにどんどん実践していっていただけたらいいなって思います。でもし自分一人じゃ続かないとか、でもモヤモヤするとかがあったら、褒め活ラボという場所があります。ちょうど4月23日から、新しく第2期スタートしていきますので、もし興味ある方はぜひ一緒にやっていきましょう。今日はどうもお話聞いていただいてありがとうございました。はい、佐藤彩さん、ありがとうございました。今日の講座の方、SNS とかで感想いただけますと、私たち発起人の方のそれぞれのサービスから 10% オフとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。その時にはハッシュタグで、大人のためのオンライン講座というふうに記載の方をお願いします。それから次回の方の講座ですけれども、4月22日の、11時からズンバの、講座がありますので、もしお時間ありましたらぜひご参加いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。